相を知った東卓軍の面々は怒り、玉物前封印に協力することを約束。その頃、剣閣の地でも同様の騒ぎが起きていた。玉物前の謀略で蜀徳川連合の英雄たちは、疑心暗徳川家康たちは蒋介と合流して剣閣に急行する。偽の英雄さえ見つけ出せれば事態はこう。これは仲間割れというやつか。随分馬鹿げた状態。無論普通ならばこうはならぬ。全ては賜物。彼女の術はそれだけ完璧なのですね。私たちで偽物を。見た目じゃ区別できねえよな。一人ずつ話を聞いてみるか。地道だが他に。うん、急ぎ偽物を探し無益な争いを止めよ。存分に戦ってください。争いに巻き込まれるのもやむを得まい。まずは関羽軍と合流し事情を聞こうぞ。覚悟しやがれ。ひとひねりにしてやるぜ。この馬鹿げた混乱を沈めに来たのか。戦いは始まってしまっておる。早う偽物を見つけ出さねば。幸いまだ大事には至っていません。説得しながら偽物を見極めましょう。助けていただきありがとうございます。救援片付け。これも偽物の仕業か。人間同士を争わせるとは汚ねえぜ。牛に技法を持たせた伝令兵を駆逐。敵陣まで導けば多少の争いを抑えられる。面目ない。おりゃ。くだらないな。もう檻も後先も考えずに争うと。とは感謝
下の投石機を使うといいわ。このような争いをするべきではない。だが私はどうすれば。ハンサ君、お父さん倒すしかなくない？こうなったのって絶対あの人が原因だし。目の前で活躍されても悪くない気分だ。お前は特別だ。見たか、わしが真の三国無双ってやつや。おお、一段と冴えておいでですな。おいよ、その心意気はよし。ならば互いに死力を尽くさん。無念、おたじけない。まずは傷した僧を助けに参る。苦戦する彼らを見捨てるわけにはいかぬ。人間同士が相争うとはなんと悲しい状況でしょう。皆望んで戦っておるわけではあるまい。我らの力でどうにか止めねばならぬ。なさそうだな。ここは任務を果た
助けることができたか。拙者はこの戦の決着をつけねばならぬ。基本陣へ赴き、その真意を問いたださん。ない気分。お前は特別だ。決着に臨むべし。お任せを。大丈夫か。任せねえ。ならば私は軍神の子として。君を巻き込むわけには。ここにいてくれ。うん、私も行く。こんな面白いことめったにないしね。君。なんぞ尻尾のようなものが見えた。
とか争いは収まったか、うん、まずは住みたり。関係楽勝だぜ。私は偽物に騙されていたのですね。お主だけが悪いのではない。観察拙者も賜物前の変化の術は、私尻尾の行方は我が戦術で突き止めてある。賜物前のおお、尻尾の行方が分かりましたか。これ以上彼女の好きにはさせません。見つけ出して心境のことを聞き出さなくては。不可解なのは賜物前が心境を入手した経緯。どうかしましたか太鼓。いや、今は雑念にとらわれている時ではない。天山の世、私が持って、やるじゃないか。